まだ2試合とサンプルサイズが小さいとはいえ、今永のスタッツに注目が集まっている。地元メディアの CHGO スポーツは、ボール球を振らせるチェイス率は上位 1% に位置し、空振り率も上位 10% とした。大リーグ公式データサイトのベースボールサバントによれば、チェイス率 47.7% は上位 1%、空振り率 36.4% は上位 10%、三振率 42.9% は上位 3% で、WOBA 0割8分6厘も上位 1%。米メディアのジャスト BB は、今永を含めて、規定投球回数クリア組で未だ防御率 0.00 なのは7人のみ、と伝えた。防御率 0.00 は7人のみって言うけど、6人のアリーグだから今永は実質単独トップなんだよな。打たれ出したら手のひら返す人だらけになると思うけど、マジで頑張ってくれ。データがない間は投手有利だからな。今湧いてる奴らは打たれた時に手のひら返しをせんでくれよ。ドジャース打線を抑えたのは自信になるよ。前線や移動の疲れ、サンプルも増えて癖やデータの解析が終わる6月くらいからが進化が問われる。応援してるしこれからも楽しみだからこそ、この川山陽に踊らされないようにしないとな。言うてもメジャーはすごい選手の集まり、足データがまだないから通用してる説もある。でもこのまま1年間頑張ってほしいな。各チームある程度分析が終了する後半戦からがポイントだと思う。チェンジアップを低めに投げて高めにストレート投げるだけで、面白いように空振り取れてるよな。まあまだ先は長いからね。今回は中断もあって勝ちはつかなかったけど、この調子で新人王を取ってほしい。8月で10勝到達ありえるぞ。活躍するのは千賀だと思ってたら今永がすごいな。この活躍は嬉しいけどまだ2先発だし、まあさすがにね。まだ4月上旬やぞー。でも頑張ってくれ。三振取る代わりに球数加算で5回でいっぱいいっぱいじゃなく、野茂みたいなタイプでメジャー向きやね。本当の勝負は3年目以降、3年やって1人前って言葉があるしな。みな肘を痛めながら100マイルを投げる中、93マイルで空振り取りまくるのは圧巻だな。翔太が見れないの寂しいけど普通にすごい。